アラルカイ、アラルカイ、アラルカイはカザフスタンとウズベキスタンにまたがる潮湖である。名前の由来は島が多いという意味のチュルク湖である。アラルカイは中央アジア西部の内陸湖である。アラルカイの西にはカスピ海があり、二つの海の間にはトゥランテーチやウスチュルト大地がある。アラルカイの南東にはキジルクム砂漠があり、南はカラクム砂漠、北は カザフステップに囲まれている。アラル海は1960年代までは日本の東北地方とほぼ同じ大きさの故障面積を誇る世界第4位の約6万6千から6万8千平方キロメートルだったが半世紀で約5分の1に縮小した。アラル海はかつては一つの湖だったがその後小アラル海と大アラル海に分かれ現在は小アラル海とバルサケルメスコ。 東アラル海、西アラル海の4個に分かれている。小アラル海と大アラル海の間はかつてはベルク海峡と呼ばれていたが、アラル海は砂漠の中にあり、降水量は年間200ミリ未満である。アラル海の水源はパミール高原や天山山脈などの融雪水に由来し、河川を伝って2000キロメートル以上流れてアラル海に到達する。小アラル海の 主な水源は現在でもシルダリア川だが、大アラル海の主な水源だったアムダリア川は現在はアラル海まで到達しておらず、バルサケルメスコは水源を湧き水に頼っている。降水の高により水位変動があるが、2010年11月現在のアラル海の面積は13,900平方キロメートルであり、日本の福島県とほぼ同じ大きさである。アラル海の水位は、 1960年に53.4メートルだったが、半世紀後の現在、2011年はダイアラル海が25メートル下がって28.3メートルになり、小アラル海は11メートル下がって42.5メートルになっている。それに伴い水量はダイアラル海が6%、小アラル海は32%となった。その結果、海岸線は、 北岸の都市アラルから2 5ート2007年、南岸の都市モイナクから7 7トル、交代した。アラル海が形成されたのは1から2万年前とも、200万年以上前、古代古とも言われる。古生代のテチス海を起源とする説もある。起源前5世紀のヘロドトスは、アムダリア川はカスピ海に注いでいると記述しており、それが正しければ、 当時のアラル海は現在と同じように、シルダリア川のみが流入する湖だったようである。その後、地殻変動や流入河川の水路の変異によって、サリカミシコと繋がったり、日上がりかけたりする時代を経て、現在に至った。13世紀から14世紀にほぼ日上がったことがあり、入り込んだ人間が集落を築き、モスクなどを作っていたことが発見された、ケルデリー石から明らかになっている。 1960年頃までの塩分濃度は海水の約3分の1 1 0ム、l の気水であり、この塩分濃度の低さはロプノールと同様に発生と消滅を繰り返す不安定な湖の歴史の証明となっている。白秋後期には湖の周辺の草原にアラロサウルスがいたという説がある。ロシアはアラル海を自国領に組み込むに従い、 アラル艦隊を編成した。もともとアラル海周辺は漁業で成り立っている地域であったが1903から1905年頃トランスアラル鉄道オレンブルグタシュケント艦が一部開通し輸出をも視野に入れた商業的漁業が成立するようになった。ソビエート連邦時代にはアラル海酒、ブラウントラウトのアシュやなどの在来種に加えて外来種も放流され、 年間4から5万トンの漁獲港があった。アムダリア長ザメガの寄生虫で大量死する事件もあったが、最盛期には2000人の漁民が船団を組んで漁業を行い、アラリスクのコンビナートでは5000人の労働者が漁肉加工に従事し、名産のキャビアや缶詰を製造した。湖には、ボズロジデニア島などの島があり、には災害は放牧され、ができた。シルダリア側や、 アムダリア側の河口の湿地帯には、ヨシやカハンリンが広がり、ペリカンやフラミンゴなどの渡り鳥が飛来した。この他にシマハイエナやカラカル、カスピトラなどがおり、1930年代には毛皮を取るためにマスクラットが移植された。アラルカイはシルクロードのオアシス地帯であり、ソ連時代は保養地ともされ、モイナクトモスクワには定期的な航空路線があった。 1940年代にソビート連邦は自然改造計画を実行し、面火栽培のために大規模な考えを始めた。1950年代にはアムダリア川の中流域にカラクーム運河を建設し、アムダリア川の水をトルクメニスタンの首都アシガバートの方に流すようにした。その結果1960年を境にアラル海の面積は急激に縮小し、 1970年代末には塩分濃度の上昇により魚が取れなくなった。1980年代には国アラル島が地続きになりアラル海の行く末が世界的に危惧されるようになった。1980年代を通じてアラル海の塩分濃度は海水 35gL に近づいていったがアゾフ海から塩分に強いカレープレース紙を投入することで漁業は なんとか続いた。アラル海は1989年に小アラル海と大アラル海に分断された。アムダリア側の川口部の湿地帯は日上がり、植生が砂漠の植物に変わり、マスクラットが巣を作れなくなり、渡り鳥が飛来しなくなった。大アラル海の塩分濃度は1993年に海水を超えて 37gL2000 年には海水の2倍。 7 0ム、l に達し、塩分に強いはずのカレーですら死滅して漁業が不可能になった。湖の中にあったバルサケルメス島やボズロジジェニエ島、コンスタンチン島などは地続きになり、バルサケルメス島のクランは狼の脅威にさらされ、個体数が激減した。最近兵器の開発が行われていたボズロジデニーや島では、最近の流出が危惧された。こうして、 アラル海周辺の多くの生物が死滅し、漁業や魚肉加工業や毛皮産業が衰退し、9割の漁民型地域に移住、転廃業して、いくつもの村が廃村になった。追い打ちをかけるように、干上がった固定から砂嵐が舞い上がり、塩害により、住民の健康被害や食生の破壊を引き起こした。2005年には大アラル海が、東西に分断され、 その後大アラル海は三つの湖に分裂した。2009年8月頃、衛星写真を根拠に、東アラル海が消滅したかのように報道されたが、東西両アラル海は未だに健在であり、外部リンクのシュリンキングエリルシーを参照、季節的要因や直近の降水量の高によって水位が変動することがわかる。また小アラル海は、 コカラル堤防の建設により回復しつつあり、2012年2月にはシルダリア側の河口デルタと共にラムサール条約に登録された。これら人的要因による湖の縮小とそれに伴う周辺環境の急変は20世紀最大の環境破壊とも言われている。この地域で綿花栽培を最初に行ったのは18世紀のホラズム半国である。 19世紀に中央アジアに進出した帝政ロシアは第一次産業革命の最中にあり、原材料として綿花を必要としていた。当時はアムダリア川水系を利用した運河網を建設してインドと交易する案、19世紀末のグルホスコイのアムダリア、カスピコーロ案もあったが、アメリカで南北戦争が勃発して、 綿花価格が高騰したことや大英帝国とのグレート、ゲームなどを理由に、中央アジアで綿花を国内生産する方が良いという結論に達した。また、アラル海は農業用水として価値の低い塩湖であり、貴重な淡水を蒸発させるよりもアラル海に達する、前に使い切ってしまった方が良いという考え方もあり、当時からアラル海の縮小、消滅は織り込み済みだったようである。 これらの考え方はロシア革命後も型を変えて引き継がれ、冷戦時代には経済的、軍事的な理由の他に政治的、イデオロギー的な側面も加わり、社会主義陣営の名手として社会主義的政策により素晴らしい効果を上げることや、マルクスレーニー主義の唯物主観に基づいて進化する人知と科学により自然を量駕すること、共産主義は西洋社会や 遊牧社会に勝ることを示そうとした。ソビエト連邦は、領主や地主、イスラム人などのブルジョワ階級から土地を取り上げて、考えによって草原を農業用地に変えた。さらに遊牧民を定住させ、ソ連の宴会州から朝鮮系住民を強制移住させて労働社階級を作り出し、コリフォーズやソフフフォーズで集団的な農畜産業に従事させた。 ケッペンの気候図によると、シルダリア川流域は大量の水を必要とする、綿花や稲花の栽培には向かない風土である。一方、アムダリア流域の高温が4ヶ月続く。水の多い定地は稲作に適しており、高温を必要とする綿花は乾燥と塩分土壌にも耐性があるので、小麦ではなく稲作や綿花のモノカルチャーが導入された。第二次世界大戦後は、 大区画農地と大型農業機械による農業も始まり、ウズベキスタンの綿花生産量は150万トン弱、1940年から450万トン、1970年、500万トン、1986年に増大した。さらに近代的医療の導入により、人口が増大し、社会主義の勝利と銘打って華々しく献殿された。 この地域はもともと海底であったことから土壌には塩分が多量に含まれている。毛細管現象は水はけが良ければ発生しないが、アラル海の下流域では地下水位が高く1メートルも掘れば塩分を含むだ地下水が湧き出し、しかも汁と粘土土壌であるために水分含有率が非常に高い。さらに同地域では重力管外という水位の高い水路から 低地の農地に水を引いて考えするという方式が取れている。つまり煮えたぎる鍋に海水をどんどん注げば、やがて塩が積出する原理と同じように地表からの蒸発酸作用で、カルシウム、カリウム、ナトリウム、マグネシウムといった塩分が土壌表面近く50センチメートル内に積出し、やがて地表は雪で覆われたように真っ白になるほどの塩類集積が発生する。このように、 最初は強制的な考えにより工作できた土地も、塩害の振興とともに放棄せざるを得なくなった。アムダリア・シルダリア両河川を水源として、灌溉用水路を建設したがこれらは、原始的な手彫りで、川床対策が施行されなかったため、大半の水が無駄に砂漠に吸収され土壌の塩類集積、沼地化を促させてしまった。しかも、考え農地から染み出した排水や、 地表の塩分を洗い流すリーチングの排水は、灌溉用水の水質が低下しないように農地より低い位置にある砂漠に捨てられるか、排水路末端の池に注ぐことになり、アム川やシル川に戻ることはない。このような、ずさんな灌溉設備を呼び灌溉、排水方式により流量が激減した溶化線は、アラる海を大きく減少させた。水を消費するカラクーム運河の補管水源として、 オビエニせ側からアラル海経由でカスピ海もあったが実現性が乏しく1986年に中止された。ソ連の科学者の中には将来を予想し反対を唱えた者も,もいたが政府指導者の間には自然改造の弊害はシベリア天竜で一気に解決するという多交渉的な神話が広がっておりアラル海はむしろ美しく死ぬべきであると言って退りけた。 計画推進の結果、1960年代には、ネオ平均2 0トル、1970年代には、ネオ平均6 0トルと、猛烈なペースで水面が低下し、急激に縮小を始めた。一晩で数十メートルも湖岸線が遠のいていくため、大肥損なってその場に打ち捨てられた船の群れが後に、船の墓場として有名になった。アラルカイは、 中央アジアの中のオアシス的存在であった。湖の存在により、気温、湿度が一定の過ごしやすい環境に保たれ、動植物が多様に存在していた。しかし、湖が干上がることにより雨は降らなくなり、気温も年角差が激しくなった。そのことにより、下半林である津、外大森林など、周辺の緑が枯れ、風色作用により、表層ども失われ、 湖ともども砂漠化の進行を加速化している。アラル海の塩分濃度はナトリウム以外の塩基成分であるカルシウムやマグネシウムなどの塩分等が固定に沈殿し、カルシウムは海類の貝殻に取り込まれる生態濃縮機能などによって数百年もの間一定の濃度を保っていたが、生態系の破壊によってその絶妙なバランスが機能しなくなった。砂漠化した大地からは、 塩分や有害物質を大量に含む砂嵐が頻発するようになり、周辺住民は悪性腫瘍や結核などの呼吸器疾患を患っている。結核の蔓延には貧困による栄養不足などの複合的な原因があると言われている。飲料水も問題であり、カルシウムやマグネシウム、ナトリウム、微細な砂を含む飲料水を長期間飲み続けている。 住民腎臓疾患を発症している。井戸水を飲む地域では農薬由来の化学物質や臨肥料由来の重金属類が混入し、健康被害が深刻である。灌漑後の排水が流れ込むサリカミシコでは殺虫剤や除草剤の混入ベルが高く、商業的漁業は1987年に禁止されたが守られていない。1980年代のソ連では、 ペレストロイカやグラスノスチが進んだ。1988年の第19回ソ連党協議会では、アラル海の惨状が議題に上り、主要閣僚が反省の弁を述べた。翌年、ソ連最高ソビエトは、国の環境健全化の緊急措置についてを発表し、海外の専門家にアラル海復興構想を募集することにした。 1992年から1993年頃、カザフスタン、ウズベキスタントルクメニスタン、タジキスタン、キルギスタンの5カ国は、国家間水資源調整委員会、アイキック、アラル海流域問題国家間会議、アイクス、アラル海救済国際基金、アイフッサを創設した。しかし、タジキスタン内戦などが起こり、対策は、父として進まなかった。カザフスタン政府は、 シルダリア川の水がダイアラル海に流出しないように堤防を建設することにした。しかし1992年に作られた即席の堤防は土砂を積んだだけのものだったために1998年に完全決壊した。そこでカザフスタン政府は世界銀行から融資を受けて本格的な堤防を建設することにした。2001年にシルダリア川流路管理及び北。 アラル海プロジェクトが始まり、2005年8月にはコカラル堤防、全長1 3トルが完成した。コカラル堤防は、成功を収め、小アラル海の水位が上昇し、表面積は1.5倍となり、塩分濃度は半減した。それに伴い漁獲量は2004年の52トンから2008年には1490トン、2013年には5000トン以上に、達すると予想されている。 2009年現在、アラル港、アラリスク港を復活するために、サルイーシャガナク湾に、第二の堤防、サルイーシャガナク堤防を建設する計画が持ち上がっている。しかし、コカラル堤防の重上げによる水上昇を期待する意見もあり、賛否が分かれている。サルイーシャガナク湾や、シルダリア側の河口デルタにはや、シルダリアシャベルノーズ長ザメが行きし、秋には、 カンムリカイツブリや、セータカシギなど、約20万羽が営像する貴重な自然が残っている。これらの地域、33万ヘクタールは2012年2月に、ラムサール条約に登録された。2013年現在、近隣の村ではコイや、チョウザメなどを養殖し放流しているという。一方、ダイアラルカイはこのままでは2020年には、干上がるという説がある。 しかしアムザリア側の考えをすべてやめたとしても、回復までに七十五年かかるという説もあり、世界銀行はダイアラル海の救済には、否定的である。立ち行から導水する案も根強く残っており、二千年代前半、モスクワ市長のユーリルシコフがの復活を主張した。ウズベキスタン政府は、上流のダムの放水量の増加を期待しているが、冬季の水力発電が必要な上流国と書きの、 農業用水を必要とする下流国では利害が一致しないため、キルギス政府やタジキスタン政府は消極的だという。中央アジアでは、キルギスのの過剰放水による洪水や建設中のをめぐるウズベキスタン政府とタジキスタン政府の対立など課題が山積しており、ダイアラル海の救済まで手が回らないのが実情である。また、ウズベキスタン政府は、 石油開発のためにダイアラル海の砂漠化を歓迎しているという意見もある。せめて塩害だけでも防ごうと、干上がった固定に植物を植える草の根の活動があるが、貧困に苦しむ住民が冬場の燃料として借り取ってしまい、なかなかうまくいかない。2004年以降、ウズベキスタン政府は漁業、農業、放牧、洪水対策、塩分飛散軽減のために、 アムダリア加工デルタに複数の人工湖を作っている。また、水源の塩分濃度の低下を目指して、湿原にヨシワラを構築する草の根運動も行われている。アラル海を撮影し、その関連作品を世に発信している、フランス出身の写真家、ディリエ・ビゼイは大アラル海の現状に対し、かつて人々はアラル海を破壊してしまいましたが、今はそれを復活させようとしている。 うまくいけば、他の問題もそれに続いていい方向に向かっていく、はずですと語っている。アラル海の北部は、カザフスタンのクズロルダ州、南部は、ウズベキスタンのカラカルパクスタン共和国に属している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。